どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきましょう。はい、というわけで今回ですね、新潟県新潟市にあります、地獄ラーメンさんにやってまいりました。もうここはね、もう名前の通りもういかにも辛そうなメニューがたくさんありそうな雰囲気を漂ってるんですけれども、今回ですね、この地獄ラーメンの、15辛に挑戦していきたいかなと思います。まあね、この辛さレベルが選ぶんですけれども、なんとね、15辛、はい、こちらはですね、激辛唐辛子で知られる、キャロライナリーパーを使用しております。いただきました、キャロライナリーパー。はい、過去に世界一辛い唐辛子として、ギネス登録されたあのキャロライナリーパーです。辛さの値を示す、スコビル値は、約220万スコビルと言われておりますけれども、ハバネロでさえ35万スコビルなんで、とんでもねえ辛さだなと。はい、やべえぞと。今回ね、まあこのラーメン以外にもね、ハバネロチャーハンとか、なんかいろいろね、辛いメニューがあるんですけれども、まあね、1回だけじゃ紹介しきれない。はい、楽しみです。はい、ということで、行った人の感想を見ていきましょう。地獄ラーメン玉の屋、地獄ラーメン850円、2辛から15辛まで選べるらしい。初訪問なので2で何回か咲き込みました。あんかけで辛みを逃がさない仕掛け、辛いだけではなくしっかりコクやうまみを感じられる、さすが30年以上営むお店だというお便りが上がっておりますけれども、いやー、これはね、ちょっとキャロライナリーパーですかね、相当な辛みが予想されますんで、まあ、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。これ時間制ですね。これをバルを10回。悪い顔してますね。これは危険ですよ。これはダメです。来たー来たー。こちらが地獄ラーメン15からだ。もうすでにキャロライナリーパーの独特な匂いがしますけど、これはやばい、危険だ。いただきます。さあ、地獄ラーメンさん15からお手並み拝見ですよ。ということで、いやー、すごい、あ、結構大盛りですね、すごい。じゃあちょっとまずスープからいってみましょう。いただきます。一応ね、このキャロライナリーパー、これパウダーじゃなくてね、粗刻みにしたものをこう使ってるそうなんでね、鋭いな、これ。衝撃ですね、強烈。うん、麺がよく絡みつけますね。あ、そしてね、キャベツやら、人参、もやしと野菜も豊富ですね。顔面汗なっけ。いいよ、いいっす。お、食ってきた。
ありがとうございます。ごめんなさい。汗びしょびしょですよ、もうお前サウナ入ってきたんじゃねえかと。兄さんこの後さ、じゃあ新津温泉行きゃいいじゃん。新津温泉近くに温泉あんだけど、うん、行けばいいよ。あ、本当ですか。うん、顔が痛くなって。ナイプやの相手の激辛スープを飲みまして、この激辛バトルにケリをつけたいと思います。よし、男を見せよう。足りなかったよ。表で待ってみてやめろ。一気、梶原一気、百姓一気、激辛ジョニー。あんまりね、一気食べるとね、よくないんですか。一気はダメ。ごちそうさまでした。それでは監査レベルの発表していきましょう。地獄ラーメンさんの地獄ラーメン15から監査レベル、じゃららららら、じゃんじゃららららら、監査レベル 7.5 です。おめでとうございます。 7.5 です。キャロライナリーパー、はい、この唐辛子を使っていただきあってね、もう本当に強烈な、辛みが、押し寄せてきました。しかしね、これね、今回ね、このキャロライリーパーのこの粗刻みしたものをこう入れてたんでね、あのパウダーに比べるとあのなんか苦味というものがね、こうちょっと抑えられてね、辛いんですけど食べやすい、ラーメンでした。辛さも生かしつつ、旨味もね、感じたかなと思います。うん、結構辛いですけどね、やっぱキャロライリーパー使ってますからね、やっぱこう食べる前とかね、こう乳製品とか飲んで、お腹のケアした方がいいかなと思います。もうね、今もう口の周り、そしてこのなぜか知らないですけど、ここのね目の周りとかもねビリビリで、ちょっとやられてます。うん、それぐらいの刺激がありました。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々更新しますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。